セリア結構来るんですけど、時刻表はねないんですよね。なんかあるところはあと何分で来ますよみたいな表示があるんですけど、表的に書いてないですね。でこういう表に書いてあるかなと思っても、まあ、書いてないですよね。で何より、まあ、英語が達者の人は、まあ、表を見ればなんか情報が得られるかもしれないですけど、そうじゃない人っていうのはね、基本的に待つしかないと。でホームにたくさん人が溢れてて、来た人が戻ってくってなると、まあ電車止まってるんじゃないかという感じですね。今日出ました。これからブルックリンブリッジパークとブルックリンブリッジ歩いて渡りたいと思います。できた時本当に何人に人に聞いたのか分かんないぐらいでしたね。このブルックリンブリッジは目の前に見えるんですけど、この歩道ルート、歩行ルート、歩行場所の入り口がどうだか見つかんないんですよ。見つかんなきゃもうどうしようもないですよね。公園でちょっと見てから歩いてね、ブルックリンブリッジパーク行きたいと思います。さあ、ここ有名なピザ屋さんです。今歩いてます。夕飯時はとんでもない列ができてるの何度か見たことがあります。平日を狙っていきましょう。土日だと私のピーター・ルーガーの時みたいに。追い返される可能性まであります。初めてニューヨーク来た時にはまだなかったんですけど、日本にできちゃいましたね。まあ、できたのが嬉しいのかどうかっていうのをあれとして、ニューヨークシェイクシャックって
感じだったんですけど、まあできちゃいましたからね。パリバーカフェでここもいろんな海外ドラマに出てますね。有名ですよ。できました、ブルックリンブリッジパーク。このブルックリンアイスファクトリーもとても有名なお店です。一応食べましたけどね、美味しいって感じですね。まあ、むちゃくちゃうめえかっつったらどうなんでしょう、そこは意見が分かれるところですよね。で、僕はニューヨークの旅でなかなか見ない自動販売機、アメリカは自動販売機がないそうです。アメリカ人の友達がなんでないのって言ったら壊されるから、どんだけ治安悪いんだよって感じです。やっと着きました、ブルックリンブリッジパーク。ブルックリンブリッジパークの入り口から、そしてやばいですね。